介するのはこちら、ガンダムマーカー EX ガンダムメッキシルバーでございます。こちら以前にも発売されてたようなんですけども、一旦製造中止になってまた今回再販されたというこのガンダムマーカー EX のガンダムメッキシルバーなんですけども、本当にこのパッケージのようなもうテッカテカのメッキをこのマーカーで塗るだけで再現できるということで、とても話題になっておりますので、早速、いつも行きつけのザ・シティ浜松のホストホビーさんで購入させていただいて、試してみようと思います。今回このメッキシルバーを試してみようと思う素材、まずこちらスーパーミニプラの大獣神ですね。この武器恐竜拳ゴッドホーンなんですけども、もうねこの大獣神購入して作っても3年4年経っております。で飾っているとですね、もうだんだんちょっと黄ばんできてたりとかしてですね、でこの成型色ほんとグレーなんですよね。なのでちょっとこのやっぱりメッキのシルバーといえば剣かなと思うので、こちらをちょっと試しに塗ってみたいと思います。そして先日作りましたこちらの後部ですね、桜木のこの剣、こちらもね一応通常のシルバーでは塗ってあるんですけども、やっぱりメッキで塗ったらかっこいいんじゃないかと思いましたので、一旦この塗装をですねマジックリンで剥がしてからまた塗ってみたいと思います。こちらがまず塗ってない方です。見た感じもわかると思います。この成型色のグレーで、ね、エンドライングレーと出てます。で反対側にガンダムメッキシルバー塗っております。どうでしょうか、わかりますかね、このちょっと暗いかな、カメラ越しでもこのメッキ感すごいっすね。マーカーでここまで出るんですね。テッカテカしてます。私の顔がひょっとしたら映るんじゃないかって、これちょっと映ってるの分かりますかね、これ手がもう本当に鏡面になってます。すごいですね、光が反射しております。こっち塗ってない方です。塗った方です。全然違います。すごいです。後部キューキットの後部の桜木の剣でございます。いかがでしょうか、伝わりますでしょうか、このメッキ感。ちょっとどうかな、こうするとわかるかな、テカテカでございます。まさに真剣、すごいな。これでこの色のバリエーションがどうしても限られてくる水性塗料で塗装している
タイプの皆さんにはですね、心強い味方になってくれるんじゃないかと思います。わかりますよ、この本当にこのキラッとした表面のシルバーメッキ感、明らかに成型色のシルバー、水性のシルバーとは違う。このメッキ感ですよ、一気に金属感が増しますね。すごいですね、本当に切れそう。改めて見てみたいと思います。こちらスーパーミニプラ大獣神の恐竜拳ゴッドホーンをガンダムマーカーのメッキシルバーで塗装しました。どうでしょうか、伝わるでしょうか。本当にメッキなんですよ、表面なんですよこれ。はい、そしてこちら今度はキューキットの後部の剣でございます。いかがでしょうか、本当に刃物のような光沢感であります。すごいです、ガンダムメッキシワペンで塗っただけでこれだけのメッキ感出せるんです。というわけで今回はこちらガンダムマーカーのガンダムメッキシルバーをご紹介いたしました。もうこのゴッドホーン、この距離なら分かってもらえますかね。この持ち手の部分の成型色とこの刃の部分、塗った部分のこの色の違い、このテカリ用ですよ。はい、ペンでこれで塗っただけでこれだけのメッキ感が出せる、定価600円でございます。600円でここまでできればもうコスパ的にも素晴らしいんじゃないでしょうか。皆さんもぜひお近くの模型店、文房具店などにあるかと思いますので、ぜひ見つけたらお手に取ってご購入してこのガンダムメッキシルバー試してみてください。剣の価値ありです。これはすごい。以上、ガンダムメッキシルバー、ガンダムマーカーのガンダムメッキシルバーのご紹介でございました。